キチャンネル。ちょこんにちは。さあ今シーズン優勝するダンマキーマンっていうね、はい、ところで、うん、最近、はい、佐々木チャンネル情報古いよって言われて、うん、はい、そりゃそうよね。これ開幕前、はい、出すのいっぱいありすぎて、はい、追いつかないんだよね。そうなんですよ、うん、まあ、取りだめして徐々に出していくとやっぱり情報は2週間3週間結構遅れるんですよね、うん、だから、はい、だから日付入れてるのにね、はい、そんな暇じゃないのよこっちも、はい、毎日、うん、それがもうね、うん、1日でこうキーマンもよ、はい、12球団分やるから、はい、でシーズン入ったら、うん、総チェックもね、はい、やりたくないけど、うん、やるんだけど、はい、やっていってるから、うん、投稿が、うん、通常動画が週3になるのよ、はい、ってなったら、うん、1ヶ月かかるのよこのキーマン出すのも。12球団分ありますもんね、うん、でもっと早くすればいいじゃんっていう人、はい、1日2個とか出せばいいじゃんっていう人いるんだけど、うん、あのスタッフはやっぱ収益を上げたいから毎日出そうとするのよ、はい、あの、うん、要望が。そうですね、うん、でも俺的には、うん、やっぱ企画も考えなきゃいけないし、はい、やることも考えなきゃいけないから、うん、やることが枯渇するのが一番きついわけ、うんうん、でそれだったらちゃんあの感覚守って、うん、1年間のスケジュールをゆったりしたいじゃんね、はい、そんな面白くもない動画、うん、数取らなきゃいけないからって、うん、あの出してたらクオリティ下がるやん、はい、だからそんなことはしてないよくないわけよ、うん、でそしたら全て出してる時もあれば、うん、あんまり出さない時もあるってなると、はい、これなんかスケジュール的にも問題あるから、うん、俺は焦ってやりたくないから、うん、あのそうなっちゃうわけよ、はい、だからこのキーマンもね、うん、あの最初から始まると、うん、最後見るまでにあの1ヶ月かかります、はい、そうですね、うんうん、でもキーマンだから、うん、これ古い情報とかないから。あ、キーマンはないですね。全く、うんうん、全く古い情報とかないの、はい、この人が頑張れば優勝する可能性あるよっていう、あるよっていう、そうそう、優勝するためのキーマン言ってるだけだから、うん、これが別に開幕して1ヶ月後でも、うん、それが当たってるかどうかだね、うん、怪我とかもししてても別にそれは関係ないですからね、うんうん、でそれで今期で、はい、新しいやり方考えて、お、はい、あの、まあ、これはね今日は中日ドラゴンズ編なんだけど、はい、最初に出るやつは多分開幕当初に出てるから、うん、そんな色付けしなくていいんだけども、はい、後に出てくると1ヶ月後ぐらいになると、はい、そしたらあのその時の収録、うん、こっちの撮影スケジュールに合わせて、はい、あの今の状況ケツだけにちょっとつけるって、まあ、ちょっと編集の人にはお手数をおかけしますけども、そう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 、ちょっとこう後に出していただいてね、今って言ってくる、うん、今どうなってんですかね、はい、みたいなね、うんうん、やっていくっていうね、うん、新しい集団考えてくる。お、じゃあ後に出る球団はその特典もあるっていう、ね、そう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 、うん、あとはね、古いって言ってもその時どう思ってたかってなるのが大事だ。はい、そうですね、うん、たまに出てくる2年前ぐらいの動画、古いよあれ、はい、いつ撮ったんだよっていう動画もたまにあるから。ありますね、うん、今ストック多分20個ぐらいあるだろうけど、はい、何があるかも分かんないしね、うん、そう、何が出てないのかも全然分かんない、うんうん、あれ、袴田さん若いねっていうのが出てくるかも。いや、そんな1年2年変わってないですよ、全然。そうだ、はい、体重がちょっとまあ 3,4 キロ増減ぐらい。だいぶ増えたね。はい、人のこと言えないけど、え、結構私新年で4キロいってるんで今。そうなん、はい、1月2月で4キロ太っちゃった。それはもう別にいい感じなの、それで。いや、あの徐々に二の腕出す時期に向けて絞っていこうっていうちょっと今出したくないね、うん、まあ、ここだったらギリかな。ギリ大丈夫、はい、ちょっと蓄えてるから、ね、蓄えてるから、うん、冬眠したから。はい、そうなんですよ。いや、ちょっと1、2月はね太りますよね。はい、さあ今日中日ドラゴンズ優勝するためにはっていうね、うん、今年順位予想も多分だけど、うん、最下位中日ってちょっと少なくなってんちゃうかっていう、うん、そうですね、予想的には今の時点で結構3位4位ぐらいにしてる人多いイメージはあるんですけどね。そう、まあね、この下津波さんもね、うん、3年目っていうところで、はい、あのまあ、今日は3月22日ですけども、うん、あのまあなんとかしなきゃいけないっていうところと、はい、うん、ピッチャーはね、うん、やっぱり頭数もいるしね、はい、でまあ、中田翔が入ってっていうところで、うん、まあ、どうなるのかっていうね、はい、ところで考えると優勝するためだからね、はい、それはもうノルマは多くなるよ、はい、まあ、優勝するためには、うん、中田翔、うん、細川で、はい、ホームラン50本。おお、25、25は打たないといけない、うん、で中田翔も、はい、まあ、昨年はね、うん、ホームラン数がちょっと減って、ジャイアンツでも15本、うん、はい、だったんだけども、うん、92試合で、はい、で前年22年は109試合出て24本打ってるから、で、まあ、あの375打席、はい、だから去年からでいうと約100打席去年は少なかって、うんうん、まあ、15本、はい、で、あの2022年は100打席多くて24本ホームラン打ってるから、うん、まあ、東京ドームとバンテリンドーム違うよっていうね、はい、ところもあるかも分かんないけども、でも優勝するためには、ね、うん、
打てるとか打てないとか言ってるわけじゃない、はい、打たなきゃいけないんだよ。でも結構可能性ありますよね。細川選手も去年24本打ってるんですよ。そうそうそう、うん、だから2人で50本だ。細川選手ももしかしたら30本いくかもしれない。そう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 、そんな中田選手20本でいいわけですよね、うん、そう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 、うん、でそうなってくるとこのね、まあ、ドラゴンズの一番の課題は、はい、ランナーを返せないってことだから、うん、このね、やっぱ返さなきゃいけないっていうところでは、うん、このクリーンアップがしっかりするかどうかっていうところは大事だから、うん、まあ、中田と細川がホームラン50発打てれば、はい、まあ、打線も、ね、うん、一発っていうところもあるし、うん、出したランナーを返せるっていう可能性も出てくるから、うん、打点も上がるし、うん、去年だって300点台だもんね、うん、総得点がかなりそのトップのチームと何百点違ったのか、うん、そうそうそう、150点ぐらい下手したら違ったんじゃない、ね、うん、っていうところもあるからね、はい、そこら辺はやっぱ長距離砲欲しいっていうところと、うん、はい、だから今年はねディカーソンはね、はい、そんなんちゃう、もう活躍するのかな。ディカーソンですか、うん、今全然打ってない。オープン戦はオープン戦今の時点で22日時点1割4分の7、うんうん、試合出んのかなディカーソン。いや、もう日本人選手の方が良かったらもう外野は日本人で埋まるんじゃないですか、ね、うん、あとやっぱりやらなきゃいけないことはね、はい、二遊間の固定、これです。そこがね安定しないからどうするんだろうね。ちょっと今オープン戦ね、うん、一番活躍してるのは、はい、高橋周平、はい、4割1分2厘、ね、で、村松が3割3分3厘だから、はい、いいアピールしてるんですよ、ね、これまあオープン戦だって決まってないわけじゃん、はい、誰もね、うん、だからこのままでいけばショート村松、セカンド高橋周平がね、はい、うん、まあ、一番いい形になってくるかもしれないし、うん、アピール成功したらまあそうなるのが自然ではありますけどね、うん、であとはこのね石川がね、うん、どうするか問題っていうね、うん、石川が不調だったら高橋周平をサードに持ってくるのかっていうね、はい、ところもあるけども、うん、ファーストはまあ中田翔太ね、はい、どうするんやっていうね。そう、でも、ロドリゲスと田中美希也を二遊間使いたいらしい、うん、ベンチはね、それ使いたいのか、使いたい、うん、でも田中美希也は、うん、現在オープン戦1割7分6厘、うん、でロドリゲスが1割3分8厘と、うん、もう悲惨な打率です。そうですね、だからそこをどうするかだね。だからもう、うん、もう二遊間が、うん、まあ、高いレベルで固定だね、はい、できるかどうかもやっぱ優勝に向けてはやっぱコロコロ変わってたら、うん、結局はなんかその場しのぎ感もあるから、うん、軸は決めないといけない ね、 そうですね、試合出ない日があったとしても軸はだ、そこがどうなるのか、だから誰が出るか分かんないから、うん、誰それなんとかって言いづらいよ。言いづらいです、まあ、だから固定というか高いレベルで固定、うん、だから分かった、シーズン終わった時に、はい、二遊間もう来年取らなくてもいいねって言われたら結構いいんちゃう。ある程度出続けてある程度活躍をしてる二遊間ができてるかできたら、うんうん、だからそうなってくると、はい、来年宗山くん行かなくてもいいよねみたいな感じになってくるから、うん、そこじゃない。そうですね、誰がいくらっていうよりも、うん、ああもう二遊間争い終わったね、うん、でシーズン終わって言われてたら、うん、多分強いと思う。そうですね、うん、そしたらこう1番の岡林選手が出て、うん、もう3番4番5番とかでこうホームランが、ね、うん、出るようになったり返して、うん、だからそこの二遊間がねどっちかが1、うん、2番に、うん、2番とかに入ってくるかも分かんないしね、はい、でちゃんと活躍したら得点力もかなり増えますよね。そうそうそう、でまあ少なくてもやっぱ岡林が、はい、タイトルに絡む最多安打とか最多安打とか首位打者とかの、うん、やっぱトップ3、うん、どっちかの、はい、に入ってこないと、うん、やっぱりこれ出塁できないからね、うん、これはやっぱり優勝するためにはやっぱり必須になってくるんじゃないのかなっていうね、はい、うん、毎年ねこういい活躍してますからね。そう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 、うん、今三好が頑張ってんだよね、外野で、ね、頑張ってます。もう出るんじゃないですか、ね、めちゃくちゃいいよ、ね、三好、岡林、細川なのかな、はい、ね、うん、そしたらもうディカーソンいらへんな。そうですね、うん、あと大島はどうすんだろう、うん、結局大島なんじゃないの。いやでもそう、いつも結局大島選手なんですよ ね結局大島っちって、はい、だから大島か三好どっちでもいいけど、はい、まあ、100安打だね以上、うん、はい、まあ、塁に出る作業がいるから、はい、で細川中田がホームラン50発打って2人で、はい、で二遊間がね、うん、あもう二遊間いらないね、勝負決まったね、うんうん、だったら強くない、うん、だいぶ強くなりますね、うんうん、打力上がりますよ、うん、だから二遊間の選手が規定打席で2割5分以上、はい、おこれ条件ですね、うん、だって規定打席って2割5分以上打たなかったら決まったなって言われないじゃん、うん、はい、
これ2割5分もそんな高いノルマじゃないから、ね、うんうん、二遊間が規定打席で2割5分以上、はい、細川中田でホームラン50発、うん、岡林がタイトルの上位3位までに入る、はい、うん、で大島と三好どちらかがヒット100本以上、うん、でいけんじゃん、うん、打線は、うん、得点能力めっちゃ上がるんじゃん、上がります、去年と全然違うと思います、ね、うん、でそう考えたら打撃はこれぐらいでいいんじゃん、はい、ミラクルディカーソンホームラン30発とか打ったら、うん、これもう絶対優勝すると思います、ね、うん、大穴で入れとこ、はい、ミラクルディカーソンがホームラン30発、はい、打ったらもう、はい、だって3人でそしたら80発だからね、はい、えぐいよ、えぐい、うん、でピッチャーはね、元気で1年、うん、いやもうやいけるやろ、人はいるからな、寮もね、はい、ひょっとしたらオープン戦もアピールしてるから、うん、ワンチャンね、はい、開幕もローテーションあるかもしれないけど、うん、小笠原ね、うん、で柳、はい、で梅津ね、うん、梅津は今年投げ抹消で行くんちゃうかっていう話をキャンプで、うん、大塚さんとかもしてて、間を空けて、そうそうそう、やっぱ怪我明けだから、はい、だからそういったところもひょっとしたらあるかもわかんないけど、やっぱいい活躍、うん、で高橋宏とかね、はい、若干オープン戦状態が上がってこないっていう、うん、ところもあるけども、1年間全く語れへんということは考えづらいし、はい、で涌井王の、うん、ね、まああとはね、中地とかがね、あとはやっぱメヒアだね、メヒア、はい、メヒアいいからね、はい、これはもう元気で1年いっとけば、うん、4人が10敗以上することなんてもうないと思うねカルテットにはね、この打線が起動したらよ、うん、はい、ね、うん、でも一つだけもう絶対なことがある、はい、ライデル・マルティネス、うん、怪我なく1年です。あ、これ大事ですねこのね、まあ、松山も確かにいいんだけども、うん、やっぱライデル・マルティネスが最後いることによっての、はい、このリリーフ陣の、うん、まあ、このか形を作る上ではめっちゃ大事だと思うから、はい、だって松山マルティネスって来たらもうきつい、イグイオンで清水がいて、うん、ね、うん、で勝野とかも去年ねめっちゃ良くなったし、はい、で藤島いて、うん、で斉藤光輝もね、うん、日本ハムから来て左いい形にもなってるし、はい、いやピッチャーはねほぼほぼ元気で1年いけば、うん、いけると思う、ね、今オープン戦祖父江投手もすごいいい感じですね、おう、まあ、これがおここやな、その中で絶対抜けちゃいけないのが、はい、ライデル・マルティネス、ライバルね、うん、はい、これが抜けないで、うん、打撃陣がさっき言ったようなノルマをクリアしたら、うん、いや優勝いけると思うで、いけますね、うん、ピッチャーは安定してるから、うん、ね、うん、だって去年だって大野がいなくても、はい、内容的には悪くなかったからね、みんな防御率良かったですから、そう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 、うん、だからまあそこから3人ぐらいいなくなったらそれはきついけども、はい、まあ元気で1年ピッチャー陣はいつも通りやってくれるか、クリアできれば、うん、野手のノルマさえクリアできたら、はい、いけると思うね、9ね、6位から優勝したヤクルトとかオリックスの例もあるからね、はい、ファンの皆さんができると思ってたらあれだし、はい、できないと思ってたら無理だけども、はい、ね、あとはもう二遊間だ、うん、そうですね、開幕どの二遊間がいくか楽しみだね、誰出るんだろう、ね、